眩しい。こんにちは、エウレカです。今日はですね、飛行場近いのでなんかいろいろうるさいかもしれませんけど、ごめんなさい。今日は、ジュンナさんのライブを見に来ております。ジュンナロックユーライブツアー2021だったかな。声入ってますかね。入ってますか。大丈夫ですか。はい、なんかね、先々週くらいかな、あたりになんかネット、ツイッターでジュンナさんの、いやその公式さんのなんかツイートでなんか来てください的なツイートがあったんですよ。そんなの見かけて、え、行けるのって。そしたら、なんか抽選さすというわけでもなく、でそんなこんなのお話をマルカさんにしたら、ね、行くって言うから、え、マジで、じゃあ行きましょうって言ってね。でね、これがこんな感じで別々に、そんなにあの変わらず、おそらく席隣。まだちょっと現地着いたばかりなんで、これからちょっと、はい、はい、なんか撮影するすいませんね、グッズをね、これから買ってお披露目していこうと思いますので、じゃあ行ってきます。うーん、あ、でもこっちは綺麗かな。虹が出ております。虹がすごい綺麗です。あ、つけて大丈夫かな。うん、大丈夫かな。やっぱ回すのかな。まあ、ライブに入ってくるまで湘南の風みたいな感じですけど、あとちょっとね、あの缶バッジをね、タッチをことを買ってきたのも、それも上げてみようと思いますので、ちょっと虹を取りが、虹を取りたかったんですよ。飛んでくる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 、すげー。なんかいろいろぐらぐらで開けていきますよ。なんかでも中で、リハーサルかやってるみたいで声が聞こえてくる。そこで CD 流してるだけじゃなく、奥の方から音がよいしょと。まずは1丁目です。まあ、全20種だからね、多すぎるから。お、あ、ご本人です。ご本人ですね。はい、あ、映ってない映ってない。こんな感じ。おーい、こんな感じです。もう一丁。なんかね、でも半分ぐらいはね、このご本人の絵じゃなく、あの写真じゃなく、あの絵、そうアニメ、あ、そうアニメキャラみたいな。あ、ロゴですね。うん、ロゴですね。あ、こんな感じかな。うん、こういうロゴです。いい組み合わせなんじゃないですか。うん、こんな感じです。 T シャツの胸につける。
でもなんか穴開けちゃうの嫌だしな。カバンでいいんじゃないですか。カバンでいいか。カバンにつけとくか。うん。こんな感じです。ああよくできました。ああ。あれでないですか。あ、よかったよかった。うん。よかったよかった。
本当にね、一切予習なしで ね来てるので、あ、唯一そうだ、アスネさんが、ね、送ってくれた、 LINE で送ってくれた、うん、あの曲、この曲だけは聞いて、うん、あ、なるほど、こういう曲もある。自分で作ったやつ言ったら一番最後のね、なんか作詞作曲で、まあ、編曲してくれたとか、アニソン歌手さんって言ったらちょっと違うのかな、ジンナーさんと。どうなんだろう、でもそういう住み分けってどうなのかなと。アニメっていうなんかそのシーンがこう思い浮かぶから、よりよく、いや、いいもんだと思うんですよね。そのアニソンチャーラーえチャーじゃなくて、いやでもあれもね、あれもあれでやっぱいいし、摩訶不思議アドベンチャーっていうね曲のあれもね、聴いてみるとかっこいいもんですよ。ドゥル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 みたいなのを、あのうちの兄貴が練習してて、あ、なかなか弾けないんだよねつって、じゃあちょっと歌ってみましょう。感動がすげえはみ出てる。映ってる。もう組み合わせに、プロシュート、サッカーの話かなみたいな。個人的にすげえかっこいいと思ったのは、あのやっぱギターの人、佐々木小次郎さんです。表情がすごいね、豊かで、ね、ピュイピュイピュイみたいなやってる時に、どうやら見せ方がうまいですね。ベースの人がなんか目立つシーンがちょっと少なかった。ベースソロ的なところがあるんだけど、なくて、ベーシストとしてはちょっと寂しい。あとはこう、ギター弾いてましたね、ジョーさんね。あ、すごいびっくりした。ストレートに言うと、歌幕のバサラ的な感じ。ちょっと弾いてるんだけど、もう、ピック持ってんだけど、そのうちこうなり始めるみたいなね。歌いながらこう。弾いてないで、で一番最後はそのアコースティックギター。コーラスの人もなんかすごい、ね、あのマルコス的なのこう難しい、そうあれ難しいんですよ、緊張に行った時に、ね、タンバリンも声質も近いのか合わせてるのか、すごいですね、コーラスの人。うちのバンドのコーラスの人です。ああいうステージでね、自分もまあ演奏してみたいなっていう、まあ、そういう気持ちにもなりましたね。一番いいなと思ったのは、なんか光のカーテンみたいな、純奈さんがいて、そこにもうピー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 ってレーザー、そうそうそう、くる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 ってそれが回ってるんですよ。あの中に俺入りてーって。レーザービーム的な演出が結構あったじゃないですか。始まる前に、スモークじゃないけど、ブワーンってしてるから、換気してますとかそういうアピールなのかなとか思ってたら、いや、そういうそうじゃない。レーザービームがね、ちゃんと映るように煙がね、ね、そういう風になってるんだと。なるほど。これは別に不満ではないけど、開演前、一人でこう、うろうろしてたじゃないですか。で、座ってる人たちもね、スマートフォンやってるのを見るとね、歌マクロスやってる人が一人もいなかった。今日この場はマクロスライブではなかったかなとは思うけど、ただね、大切な人っていうところで、ジュニアさんもね、ミクロさんが、もしかしたら、アルフレ楽曲あるのかな、まあ、歌ってほしいと思ってたわけではないし、まあ、もしかしたらぐらいのね、頭の片隅で、ね、CD はね、ちょっと買おうと思う。今日やった監督が 20x20 っていうそのアルバムからメインで歌いますっておっしゃってたので、まずはちょっとそのアルバムから私歌ってみたいなと思います。あと海賊王女かな、10月からアニメやるっていうか、まあそれはちょっと見ようかなと。海賊王女のオープニングは純奈さん、エンディングは鈴木みのりさんがやるとか、なんかそんな話だったと思うけど、本当にね、良かった。三雲さんがね、半分自分の中にあるって MC で今日おっしゃってましたけど、全然、うん、やっぱバルキューレじゃねえなと、うん、グループとそうだったのか、うん、もう全然、もう聞いてる感じ、まあ、純奈さんでしたね、めちゃくちゃかっこよかった。そろそろ終わり、絶対もう25分間喋ってる。本当にいいライブでございました。チャレンジしてみようと思います、こんな感じの動画ですね、レポート動画また上げていこうと思いますの でもちろん皆さんもライブとか見に行けるようであれば本当に行った方がいいです。現場の熱は全然違います。じゃあ以上で終了ですね。エウレカでした。
かでした。おやすみなさーん。これから音が鳴ってる。え？こいつから。止まっちゃったけど。止まっちゃったけど。ほら、ここ触ってみて。震えるでしょ？スピーカー。すごいわ。そして、夜の空港。ああ。最高。いやー夜の飛行機もね、いいよいいよ。あーちょっとぼやけるな。